これか。よし。キャプチャーするまでが本番だから。ヘトラキさんが全て行っているよ。ほぼ全てを。オーディオは違うんだ。わーい。あ、倒れてるよ。死んでいる。寝てるだけ。わあ。こいつは貝なの。貝のせいなの。こいつは三葉虫のせいなんじゃない。アンモナイトと三葉虫なのでは。もしかしたら。アンモナイト。ぽいね。女の子っぽい仕草。目が6つもあるよ。オムナイトって目たくさんあったよな、そういや。ん？僕はこの二人のうちのどれでもないんだ。別人だ。私は誰なんですか？お？なんか調べられる。スネイルシェルズ。カタツムリの殻。カタツムリはカンブリア紀後期に初めて登場しました。カンブリア紀の終わりまでは。何？複足類は豊富で多感になり、現在に至るまでその状態が続きます。一緒か。ハーラ足類。すごいビカビカする。ビカビカ。うまく捉えられていないんだ。原始の海。火の鳥であったな。原始の海に自分の体の組織を溶かして。あ、月がある。月、なんか人いない？人、あれつらか。ムーン。ちょっと待って。約45億年前、地球が形成された直後に生成されました。ジャイアントインパクトを説れば、地球がとテアという別の小さな惑星が衝突して、ハッカケラが残り、それが地球を周回する軌道に集まって月ができたと考えられています。他にもあんのかな、こういうの。ここに入ると次に行きそうな。やっぱり次に行くんだ。壁画を見てる。おのおれの場面で周りを見渡してみようっていう感じなのかな。怖い。ハロー。いいじゃんこのゲーム。やはり僕好きそうだわ。なんやこれは。これはいいですね。楽しそう。ここに入るとネクストなんだ。クリスタル。結晶の生成は約34億年前に始まりました。融解したミネラル豊富な水だけでなく、溶岩や煙からも成長していった。温度と圧力の影響下で驚くほど様々な形の結晶を作ることができる。フード&ウォーターステシーズ。食器と水の隠し場所は果物を白亜紀後期に進化し始めました。果物は白亜紀後期に進化をし始めた。1億2500から1億年前の出来事。地球外から来た友人と騎士は生きるために食べたり飲んだりする必要がないのだが、気がつくとそれとは関係なく楽しんでいた。こいつらは食べなくていいんだ。オキーズペインティング。あれ、
消えちゃった。ちょっと待って。好奇心旺盛な等脚類は、長い間歩いてきたこの惑星についてもっと知りたいと常に思っています。写真は山がある湖、なんだかカルデラ湖、太陽、月、岩、貝、ダンゴムシ、植物、ダンゴ、三葉虫だな、ね、熱水噴出孔、どれ？これ？熱水噴出孔どれだ？そして渦巻く銀河系です。熱水噴出孔、皆さん、熱水噴出孔は怖いからな。好きだけど。熱水噴出孔でしか生きられない生物とかいて怖い。お？ジェラルドがいる。ジェラルド。ジェラルドって何？隠しキャラなの？デリン。海の中来た。わお。熱水噴出孔に来たわ。ここが。やっぱ熱水噴出孔だよね。あれ、二人ってこっちを調べてんのか。わあ。まぶしい。わあ、ビカビカするよ。ハイドロゼルマルベント。熱水噴出孔。地熱で加熱された水が放出される海底の亀裂。火山活動が活発な場所や地殻変動が起きている場所の近くで多く見られる。ペプチドや原子細胞の形成を促し、原始的な生命の誕生と存続に重要な働きをがされたと考えられている。ガフィックロックス。ボーナスレベルに行けるって E ボタンを押すと。ここか。それらは地球の表面に噴出した溶岩、またはマグマの固化によって形成される。マフィックという用語はマグネシウムと鉄という言葉を組み合わせたものです。このような岩石は通常ここに見られるように海底に存在します。そうなの。だからあのサブノーティカでこういう岩があったんだね。そういうこと。そういうことではないと思います。チャルニア。うまくキャプチャーできない。ちょっと待って。よし。チャーニア、セグメント化された歯のような骨を持つ歯のような生命体の属。生きてるのこれ。先カンブリア紀の化石として初めて認知された。わずか1センチの小さいものから全長66センチの最大標本まである。最初の化石標本が発見されたイギリスレスターシャー州のチャーンウッドの森にちなんで名付けられた。じゃあ生きてんの？やだん。やだと言ってます。ここにも隠しキャラいんのかな。通せ。面白いじゃん。これも博物館に置いてほしいわ。またいた。ジェラルド。何者なんこいつ。ジェラルドは戻れなくなったんじゃない？どうしよう。戻れた。ボーナスレベル。あ、博物館っぽいの来た。モデルシーツフォーザエンゲーン&オキシーエウゲン。虫や。Welcome to the Reject Museum。 いいね、こういうのがあると。リジェクト博物館によくと。ここでは最終的なゲームから切り出された初期の開発アセットとコンセプトアップなどがアートなどが飾られています。ポータル。
ゲームの初期のビルドでレベル間で入るポータルと出るポータルをロードするというアイデアがありました。この方法は単一のポータルを使用するより直線的なアプローチをするために破棄されました。なるほど、昔は行ったり戻ってきたりできる予定だったんだ。ジェラルドは何もなん。キュートリルクリターだ。イースターエッグです。すべてのレベルで彼を見つけましたか？2つだけです。2カレー。これが新しい方、古い方。小さなセットのいくつかは面白いテクスチャーバグでゲームエンジンにインポートされました。バグが起きてるの。ちょっとほう。ゲームのアセットを作成する際に最初のレベルの月を球体にすることを検討しました。この球体の月はゲームの外観をより説得力あるものにするために代わりにシンプル PNG カットアウトのために後で破棄されました。球体から平面にされたの？どうして？オキシ、彼女の設計は等脚類、主に深海の巨大な等速類に、等脚類に基づいています。彼女は非常にエネルギッシュで、遊び好きで、間抜けで、非常に好奇心旺盛で観察力があります。間違いなく友人のことを気にかけている。友人、彼のデザインはカンブリア紀に生息していた絶滅した軟体生物であるアンモナイトに基づいています。わかりました。真面目でイライラしやすく内向的で一人で抱え込む傾向がある。しかしオキシのことはとても大切に思っている。いい面ないじゃん友人。でかいぐらいしかないよ。いい面は最初に、私はこれらの通気口のそれぞれの亀裂ごとに個別のエミッターを作成しました。これは後で破棄され、各通気口に大きなエミッターがあり、大きくて破裂する水中蒸気のより説得力のある外観を、メモリを節約しました。ロックオン。ロックに乗れって。ロックオンしろと。ロックオンオン。そんなゲームだった。 The End。 いいじゃん。もうこういうゲームでなんかそういう世界観に浸りながらいろいろ学びたいね。まさしくなんかありそう。ミュージアムのキャラクターにいそう、この二人は。実際の博物館にこの二人のキャラクターがいて。ありえるね。こういうのありそうだわ。